こんばんは、サイレンジョブヒカリです。今日はね、なんか U フェスっていうイベントがあったみたいなんですけど、ちょっとね、詳しくは知らないんであれなんですけど、まあ、U フェスっていうのはウーム、事務所のウームがやってるイベントなんで、 YouTube のイベントじゃないんで、その点ご理解ください。なんで、例えば僕U フェス出ないんですかとか、まあ聞く人いないけど、まあ聞かれたとしても、出るわけないでしょって、 YouTube のイベントじゃないんだからっていうことなんですよ。はい。なんでね、なんかちょっと勘違いされやすいんですけど、 U フェスはウームっていう事務所、 YouTuber が所属してる事務所の YouTuber でも一部の YouTuber が所属してる事務所のイベントなんで、その一部の YouTuber しか出ません。その一部の YouTuber のためのイベントなんで、はい。だから他の YouTuber に一切関係ありません。はい。なんで、その点ご理解ください。 YouTube のイベントはね、また別であるんでね、 YouTube、 まあそれもまたね、結構なんか何、その YouTube 側がやったりしてるから、もうなんかぐちゃぐちゃなんだけど、だからそういうイベントはね、あんまり良くないと思います。まあとにかく今回のイベントは UM っていう事務所のイベントです。はい。でね、 UM の件なんですけど、 UM ね、どう思いますか。 UM っていうのは MCN だっけ、わかんないけど、その MCN って言葉自体は良くなくて、ただの事務所ですよ。うん、あの YouTuber ので、まあいくつかあるみたいなんですけど、まあ一番ね、ヒカキンがいるから、まあ大手とされてるウームなんですけど、まあウームね、最近ちょっと良くないなと思うのは、やっぱちょっとね、頭一つ出たような、あの人面白いな、ちょっと面白いから、それは人気になるじゃん、面白いからね、人気なんだ、あ人気だったなっていうのを全部ウームが摘み取っちゃうんですよ。摘み取ってこにょこにょこにょって自分の事務所の形にしてポイって出すから、結局みんな同じ YouTuber なんじゃないですか。どうもブンブンハロー YouTube、 今日は誰々とコラボしたいと思いますみたいな、そんな動画ばっかになっちゃって、みんなコラボばっかしちゃったり、うん、みんな同じような企画やっちゃったりで、同じようなことはやらないみたいななっちゃったり、同じような画質になってったり、だから同じようななんかサムネイルになってったり、同じような、今日もご視聴ありがとうございました。こちらのね、動画、関連動画載ってますのでご覧ください。また次お会いしましょうみたいな、関連動画はこちらですとかね、やりがちになっちゃったり、するんですよ。みたいな。みんななんか企画もちょっと同じようになっちゃったりしてて、まあ、ウームだけじゃなくて、YouTube のネクストアップっていうのもあって、それもね、みんな同じ形に丸めるだけのみたいな、まあ、いわゆる義務教育と一緒ですよねっていう話は大きくなっちゃうんですけど、まあ、今回のね、まあ、伝えたいことはもう一つ、もう一瞬で終わる動画なんですけどね、本当はタイトルでもだけでもいいんだけど、 U フェスは UM っていう YouTuber の事務所で、あのイベントであって、 YouTube のイベントじゃありません。だからまあね、そういうことです。まあね、もう一つあるんで、後でまた動画出しますね。はい、ありがとうございます。あれ、どこだっけ。Please subscribe.